アホードリは、水なぎ鳥リ目アホードリかアホードリ属に分類される、鳥類。北、太平洋に分布。カキは、ベーリング海やアラスカ湾、アリューシャン列島周辺で暮らし、冬季になると、繁殖のため日本近海への渡りを行い南下する。鳥島と尖閣諸島北小島、南小島でのみ繁殖が確認されていた。2011年と2012年。 2014年には、ミッドウェイ干渉でも繁殖が確認されたほか、2015年には、小笠原諸島中立島で戦後初となる繁殖が確認され、以降は、嫁島や向島でも繁殖が確認されている。全長84から1 0 0トル、翼海長190から2 4 0トル、体重3.3から5 3キログラム、飛行できる。 原尊の鳥類の中では最大級である。全身の羽衣は白い。後頭から後首にかけての羽衣は黄色い。お歯の先端が黒い。翼上面の大雨服の一部、初列風切り、自列風切りの一部は黒く、三列風切りの先端も黒い。翼仮面の色彩は白いが外縁は黒い。くちばしは短色色で、先端は青灰色。孔子は 単色、青灰色で、水かきの色彩は黒い。ヒナの綿は黒や暗褐色、灰色。幼鳥は全身の羽衣が黒褐色や暗褐色で、成長に伴い白色部が大きくなる。以前はディオメデア族に分類されていたが、ミトコンドリア DNA のシトクロム B の分子解析からフィバストリア族に分割された。種内では、 ミトコンドリア DNA の分子解析から、鳥島の繁殖個体群の一大部分を占める、系統と、鳥島の一部と尖閣諸島で繁殖する系統のに系統があると推定された。約1000年前のレブン島の遺跡から発掘された、本種の骨でも、同様の解析を行ったところ、同じに系統が確認されたため、少なくとも1000年以上前には分化していたと推定され、 この2系統の遺伝的距離は、アホードリカの別属の姉妹士間の遺伝的距離と同程度であるため、別種としての分類も可能であるとされた。2020年11月、北海道大学と山品鳥類研究所の研究チームはこれらの2種が別種であると確認し、発表した。この種は、種根骨が短いことから、翼長も短く、鳥島の系統と比較して、 巣立ちが2週間早いとされる。また、繁殖地となっている鳥島でも、尖閣の種とアホウドリでは別に津軽を作ることも分かっている。海洋に生息する。魚類、甲殻類、軟体動物、動物の死骸を食べる。繁殖様式は乱生。集団繁殖地を形成する。頸部を伸ばしながら、くちばしを打ち鳴らして求愛する。斜面にくぼみを掘った巣に、 10から11月に1個の卵を産む。通常、巣を作るのはオスの役目であるが、メスが作る様子も確認されている。死有交代で放卵し、放卵期間は64から65日。生後10ヶ月以上で成長バネに生え変わる。大柄な体格ゆえ、離陸には下り坂や向かい風を利用して助走する必要がある。助走中に風向きが変わったりした場合など、 十分な揚力を得られず離陸に失敗することもある。アホードリという和名は人間が接近しても地表での動きが簡単で捕殺が容易だったことに由来する。日本付近にはアホードリ類が3種が生息するが古くはそれらを区別せず、京都北部沿岸地方や沖縄でアホードリ、伊豆諸島の八丈島や小笠原諸島ではバカドリなどと呼んだ。その他の地方名として 沖に住む美しい鳥、立派な鳥の意味合いのある沖の多、沖の太夫、沖のクジ鯨と共にやってくることから、ライの鳥があり、その他、トウクロウなどがある。また、八丈島や小笠原諸島では、本種を、シロブ、あるいは、シラブ、クロアシアホウドリを、クロブと呼び分ける用法もあった。アホウドリという名称は別称であるとして、 山口県の日本海沿岸部で古くから呼ばれている沖の太陽に改名しようとする動きもある。漢字表記として新天王があり、音読みにして新天王とも呼ばれる。新天王という言葉については他の鳥が取り落とした魚が天から降ってくるのを待つ鳥と考えられていたことから来た名前である。なお、尖閣諸島の久保島にはこの名にちなんだ新天山という山がある。 この他日本では、看護的表現として、ミガなどが扱われたことがある。英語名称は、ショート・デ・イルド・アルバトロスが一般的に用いられるが、アホードリ類の他の種に比べて、特別に尾が短いわけではない。羽毛目的の乱獲、臨死原採取による繁殖地の破壊などにより、生息数は激減した。1887年から、 羽毛採取が始まり、1933年に鳥島、1936年に向島列島が近領区に指定されるまで乱獲は続けられた。当初は主に輸出用だったが、1910年に羽毛の貿易が禁止されてからも日本国内での流通目的のために採取され、計630万羽が捕殺されたと推定されている。以前は小笠原諸島、 大東諸島、宝庫諸島でも繁殖していたとされるが、繁殖地は壊滅している。また宝啓所、西の島でも繁殖していたとされる。1939年には残存していた、繁殖地である鳥島が噴火し、1949年の調査でも発見されなかったため絶滅したと考えられていた。1951年に、 取島で繁殖している答えが再発見された。以降は、速攻所による監視と保護が続けられていたが、1965年に火山性群発地震による気象観測所の閉鎖に伴い保護活動は休止した。1976年から調査や保護活動が再開し、八丈すつきや芝の植株と土木工事による繁殖地の整備。 1992年には崩落の危険性が少ない斜面にも型を設置し鳴き声を流すことで新しい繁殖地を形成する試みが進められ繁殖数及び繁殖成功率は増加している1971年に南小島の個体群も再発見され1988年には繁殖が確認されている2001年に北小島での繁殖も確認された 2014年には、小笠原諸島の中立島でヒナが発見され、さらに2015年2月、同島に生息するツガいが発見され、両者の羽毛の DNA 解析から親子関係が証明され、小笠原諸島で戦後初の繁殖確認となった。日本では1956年3月3日に、鳥島のアホウドリ及びその繁殖地として、天然記念物に仮指定。 1958年4月25日に、鳥島のアホウドリ及びその繁殖地として、国の天然記念物に、指定、1962年4月19日に、特別天然記念物に、指定、1965年5月10日に、特別天然記念物の名称が、アホウドリへ変更された。1993年に、種の保存法施行に、 伴い国内気象野生動植物種に指定されている。1951年における生息数は30から40羽。1999年における生息数は約1200と推定されている。2006から2007年度における繁殖個体数は約2360羽と推定されている。2018年の調査では、 鳥島集団の倉庫体数は5165羽と推定された。絶滅危惧通類鳥島で火山活動が活発化する兆しがあるため、小笠原諸島の向島に繁殖地を移す計画が2006年から進められている。鳥島で生まれたホウドリのヒナの一部を向島に運んで育てることで、向島を新たな繁殖地として認識させるというもので。 2012年12月時点では2008年から2009年にかけて旅立った25話のうちの12話が寄討している。また、NHK のカメラによってがいが散乱していたことも確認されたが、深はしておらず未受精卵だった。その後、2014年5月に、向こ島の隣の中立島においてアホードリのヒナが発見され、2015年2月にはその親である、 無小島を巣立った人工飼育個体と野生個体のつがいが発見された。また、2017年3月には中立島を巣立ったつがいの子が無小島に帰還したことが確認され、人工飼育個体の子世代初の帰還例となった。ありがとうございます。